まず皆さんお金持ちになってやること、大体多くの人がキャバクラに行ったりとかクラブに行ったりとかするんですよ。まあ、それ自体はね、別にね、悪いことではないと思うし、まあ、英雄色を好むじゃないけども、お金持ちになったら女といっぱい遊んだ方がいいですよ。それぐらいやらないと、経営者ってそれぐらい破天荒であってほしいなって僕は思います。ただ、順番っていうのものがあると思っていまして、大体多くの人が見た目を気にしないで、お金の力だけで物事を動かそうとするんですよ。この動画を見てる人に言いたいのは、まず、キャバクラに行くんではなくて、美容クリニックに行ってください。今、美容医療っていうのはすごく進歩しています。なので、ある程度お金をかければ、整形じゃなくても、イケメン、かっこいい男性になれるんですよ。キャバクラで金使ってる場合じゃないんですよ、まず。まず美容クリニックで金使わないと。じゃないと、効率が悪いと思いません？だって、不細工な状態でキャバクラ行ってさ、いくら口説いてもさ、裏で女の子に悪口言われるだけですよ。汚いけど金持ってるねとか、あいつしつこいけど金は使わねえとか、そういうことしか言われないです。だから、かっこいい、少なくとも清潔感がある状態で女性に接した方が、同じお金を使うにしてもモテますし、好感が得られます。なんで、まずね、美容クリニックに行ってください。で、僕はね、どういうふうにことをやってるかっていうと、めちゃくちゃ美容クリニックに行っています。こういうこと言うと、なんか整形してるみたいなこと言われるんで、昔のね、写真出しとくんですけど、整形はしてません。整形に対して否定的でもありません。もし、もう少し僕が若かったら、整形してるかもしれません。はい、ただ、整形をしなくても、かっこよくなります。で、具体的にじゃあ僕どういうことをやってるかっていうと、やってることを一通り話していきます。アートメイク。アートメイクって言ってですね、ここにですね、医療用の入れ墨を入れてます。これはなんでいいかっていうと、小顔になります。はい、あと、若々しく見られます。あれ、良かったです。あとは眉毛も入れてます。だから眉毛綺麗って言われるんですけど、アートメイクを入れてます。はい、続いて、1年に1回はリフトアップって言って、糸を入れます。たるみをね、こうグーッと引き上げるんですけど、糸を入れて、たるまない顔に、しています。これも1年に1回行くだけで簡単に、できます。はい、続いて、ボトックスっていうのを打ってます。ボトックスっていうのはですね、まあ、エラとかに打つんですけど、エラのね、筋肉を弱めます。なので、顔がちっちゃくなるんです。あとは月に1回、ダーマペンっていう治療をやります。あとは3ヶ月に1回ハイフっていうのを打って肌を引き締めます。筋肉になんか効くらしいんですけど、キュッて顔を引き締めます。そしてさらにピーリングですね。肌をきれいにするピーリングをやります。で、続いてですね、僕はね、美容が好きなんでいろいろやってるんですけど、老化をしないためにエクソソームっていうですね、幹細胞治療の最先端の注射を打ってます。はい、これを打つとですね、もうめちゃくちゃ元気になるんですよね。本当、もう老化しないです。だからね、年の割には若いって言われるんですけど、そういうアンチエイジングをやりまくってます。まあこれぐらいですね。あとは、AGA の薬、ハゲ薬を飲んでます。別に僕、ハゲてるわけじゃないんですけど、髪の毛量が多い方が健康的で若く見えると思うんで、あえてハゲてないんですけど、AGA の薬を飲んでます。それぐらいですね。はい、あとは最近、まあダイエットとして、ご飯を食べる前に、チュビドゥみたいなね。なんか韓国の漢方があるんですけど、それを飲んでます。まあ、僕がね、やってるのはこれぐらいで、年間に美容クリニックに数百万円ぐらいを使ってます。何が言いたいかというと、やっぱり、僕も、昔よりかっこいいねって言われるようになりました。綺麗だねって言われるようになりました。このチャンネルの初期の動画と、今の僕の顔を比較してみてください。結構、綺麗になってると思います。それは整形とかではなくて、肌も含めて綺麗になってると思います。今、リアルに急遽動画を撮ってるんで、髪もセットしてないし、肌も何にもしてません。もうナチュラル、もうすっぴんの状態で今の僕です。はい。まあ、これをね、皆さんどう評価するかわからないんですけど、まあ、少なくとも僕はお金と時間をかけていますし、よく周りからも褒められるようになりました。はい、つまり、皆さん、イケメンになれる、かっこよくなれるっていうのは、お金で買えます。今はそういう時代です。なので、もうキャバクラに行ったりとか、その女の子にお金つぎ込んでる暇があったら、まずですよ、美容クリニックにお金使ってください。その方が人生がより豊かになります。さらに服ですね。僕は服を買いに行く時間、服を選ぶセンス、トレンドについていく時間、もったいないんで、スタイリストさんを雇ってます。スタイリストさんに服を買ってきてもらって、コーディネートも組んでもらいます。で、スタイリストさんがこういう風に、コーディネートをして髪を置いてってくれるんですよね。だから僕はお金を払って服が届いた。そしてこの髪の中から今日何を着ようか選んでるだけです。やっぱりね、実業家って忙しいんで全部を自分でやる必要はありません。アウトソーシングをしながらお金も稼ぎつつ、そして自分もかっこよくいる。若くいるっていうことが僕はテーマだと思ってるんで、こういうところは全部スタイリストさんに任せてアウトソーシングしてます。それでいいと思ってます。ということで、まあ、こういうふうにプロセスを踏んでいけば、誰でもイケメンとは言わなくても、清潔感のある素敵な男性になることって本当にできるんですよ。だからまず、まあ、見てる金持ち、
諦めないでほしい、本当に。今ね、お金持ちで、かっこいい、清潔感がある。それだけで女性に困ることはありません。それだけじゃダメなんですよ、皆さん。一生に一回きりの人生じゃないですか。最強の経営者っていうのは、僕いつも思うんですけど、お金をいくら稼いでるか、それがステータスになるのは、ある程度の段階で終わります。大体総資産で数億円以上ね、まあ10億円もあればですね、あんまり変わらなくなります。生活もあんまり変わりません。で、大体のお金持ちが人生つまんないみたいになって、くすぶっていくんですが、皆さんね、やっぱりね、お金持ちで、そしてかっこいい。プラス、何が必要だと思います。今の時代。発信力がありますよ。今、個人の時代じゃないですか。だから、まずね、発信力がありますよ。で、大体金持ちってなんかよくわかんないですけど、発信力を得ることができない。そこを努力しないから、なんかとにかく有名なやつ連れてって、俺あの人と知り合えたぜとか、あの人仲良い友達だぜみたいなことやるんですよ。僕もなんか大して知らないのに友達とかよく言われて、結構嫌だなと思ってるんですけど、でも本当にそういう風に自分の自尊心を満たす。そんなんでいいのかって。自分が有名になってさ、自分がさ、尊敬されるような人になった方が良くないですか？その方が楽しいし、やりがいあると思うんですよ。僕はそういう人を増やしたいです。なぜかっていうと、経営者のバリューが上がるから。経営者っていう職業自体が、みんなで底上げできれば嬉しいと思ってるんで、そういう思いも込めてこの動画を撮ってます。なので皆さん、発信力をつけてください。発信力といっても程度があるんで、僕みたいにこんな YouTube をがっつりやって、いろんな人に100万人行こうみたいなことでもなくてもいいです。業界で知ってる人がいる。それだけでも人生ガラッて変わりますし、名刺を渡す必要がなくなります。そしていろんな人と会えるようになります。僕が実業家、そして発信者としてやってよかったなと思うのが、二つの顔を持ってるんですよね。例えば、対取引先と会うときは、実業家の三崎優太として会いに行きます。ただ、僕より全然すごい経営者たくさんいます。そういう人と会いに行くときに、今僕の持ってる会社のトータルの年収が300億円ぐらいなんですけど、300億円ぐらいの実業家として行っても、1000億、1兆円やってる経営者とは会えないですよね。あともっと言うと、インフルエンサーとか有名な人も別に300億の売り上げある会社の社長だからなんやねんみたいになるんですよ。だからそういう時は青汁王子として会いに行きます。そうすれば今まで会えなかった人も会える。つまり2つの顔があるんだよね。2つの顔でどっちが相手に受けるかなっていうのを考えて、どっちかの顔で会いに行く。だから今までよりも会える人もたくさん増えました。今まで YouTube をやってなかったら絶対会わなかったなっていう人とも交流が生まれました。もう人生めちゃくちゃ楽しくなったし、刺激をもらうことができました。なので皆さん何が言いたいかっていうと、 YouTube、TikTok、何でもいいんですけど、まずね、 SNS やってみませんか？僕は YouTube、 この YouTube をやるのが一番いいと思います。ただ、正直ね、有名になったメリットっていうのはすごくたくさんあるんですけども、その過程は大変です。なのでね、皆さんよくつまずいて失敗するんですけど、僕もそうなんですけど、稼いだお金で YouTube の会社作ればいいんですよ。僕はちなみに自分の YouTube の会社を持ってます。そこで編集マンとかを雇用したりとか、撮影スタッフを雇用して、チームでやってる。これを普通の YouTuber は自分で一人でやったりとか友達とやったりします。でも僕たち経営者なんで雇用すればいいじゃないですか。YouTube の会社作りましょうよ。そしたらあなたも YouTuber になれます。なのでね、前半で競争優勢の話をしましたが、YouTube っていうマーケットでいかに登録者を獲得をして再生数を伸ばす。それも競争優勢があるかないかめちゃくちゃ大事だと思います。僕は YouTube で成功して YouTube だけで食っていきたいっていう命を削ってる YouTuber さんたちに、やっぱり勝つのは並大抵の努力ではできないだろう。だから自分は競争優勢を担保するために YouTube の会社をお金を使って作ったんですよ。で、チームでやってる。会社でやってる。だから僕の動画って結構編集もクオリティ高いし、実業をやりながらも YouTube できてるんですよ。二足のわらじ、正直大変です。YouTube を一生懸命やりながら実業もやる。まあ大体ね、一つのことを極めろって言うんですけど、今の時代マルチにやった方がいいです。マルチの時代です。でも二つやるの大変です。でも、みんなが飲みに行ったりとか、みんなが遊んでる時間に仕事をしたりとか、時間を有効に活用すればできるんですよ。二つ実現できます。格闘家の YouTuber の方で格闘技やりながら YouTube 成功してる人もいるじゃないですか。一生懸命やって死ぬ気であればできるんですよ。実業家でありながら発信力。実業家×インフルエンサーが僕は現代における最強の経営者だと思っていますし、身をもって言いますけども、本当にメリットばっかりですし、楽しいことあります。なので、お金持ちの皆さん、実業家の皆さん、YouTube やってみませんか？本当に僕は、この経営者っていう職業自体の価値をどうしても底上げしたいんですよ。今、子供たちのなりたいランキングで経営者ってそんなに順位高くないんです。今、YouTuber の方が人気があります。でも僕は日本経済を支えているのは、もちろん経営者だと思うし、経営者ほど魅力的な仕事はないんですよ。だけど、地味なんです。
だけど華やかじゃない。だから僕たちが表に出て一生懸命発信をすることで華やかに見える。そして若い子供たちがこんな経営者になりたいなって思ってくれたら日本経済のためになるじゃないですか。今はね、本当にね、日経平均も下がって、日本経済、まあ、岸田政権になってから、ちょっとわけわかんなくなって、今はね、ちょっとね、コロナの影響とかもあって、経済が先行き明るくないですけども、僕たちが牽引をして、未来の経営者、起業家を輩出すれば、この日本がより明るくなるんじゃないかな、そう思ってます。なので僕は YouTube をやってますし、どうしても100万人行く必要が僕はあります。はい、そういう理由で一生懸命やってます。なのでね、本当にね、僕の悩みとしては、コラボする相手に困るんですよ。やっぱり YouTuber さんとコラボをしてもビジネスの話はできない、しにくい。だから僕の良さが出ない。だけど、ビジネスをやりながら YouTube を成功してる人、あんまりいない。だからね、ビジネス YouTuber ってそんなにね、活躍してる人出ないんですけど、僕は、経営者ってかっこいいんだよっていうような世界観にしていきたいんですよね。この世の中を。心からそう思ってます。なのでお金持ちの皆さん、まずはかっこよくなってください。今って美容医療が本当に進んでるからお金の力でかっこよくなれます。そして発信力つけましょうよ。発信力つけていって、俺たちかっこいい、経営者ってかっこいいんだってことをみんなに教えていきましょう。金持ってて発信力があって、そしてかっこよかったら最強じゃないですか。それが僕は青白王子だと思っていますし、そう目指して努力しないといけないと思って、今死ぬ気でやってます。